プロ野球に入った時に、すいません先輩、もしいらなくなった手袋なんかあったらいただけますかっていうふうにお願いしたら、寺子屋ファイターズ、我他人を敬えば他人また我を敬う。まあ自分が相手のことを敬う、尊敬すれば、まあ、相手も自分のことを敬ってくれますよ。で、自分の人の相手の親を、親御さんを敬う、尊敬すれば、ひとまた自分の親も敬ってくれる。要するに人間ってね、どうしてもみんな今そうじゃない、学校に行けない、やりたいことができない、なんで俺そうやって行けないんだよとかって思っちゃう、ね、でも本当に今大変な思いをしている人、たくさん辛い思いしている人がいるっていうふうに思えば、そんなことも言えないよね。だから自分のこのことを分かってくれないと不満を抱くって人は多いんだけれども、その前に果たして自分が他人のことを分かってるか、相手のことをまず分かってあげないと、自分のどうしても人間で自分のことが先になっちゃう。これじゃどうにもうまくいかないんだよっていうことを教えてくれている。だからこれね、同じような言葉が後から出てくるんだけど、これも同じような言葉なんだね。重ねちゃうけど、すごくいい言葉で、己が身を達せんとする者はまず他人を達せしめよ。要するに自分がこういうふうになりたいんだ、こうしたいんだっていうふうに思ってるんだったら、まず他人をそこに生かしてあげれば自分そこに行きやすくなる。まず自分より他の人をそこに持ってってあげなさいっていうことだね。で、前学んだ論語にもこんな言葉があったね。己がね、論語にも、己が欲せざるところは人に施すことなかれ、自分が成功はと思うならまず他人を成功させなさい、まあ、全く同じようなことなんだけど、やっぱりその自分が自分のことを考える前に、まあ、相手のことをふとちょっと考えてみたときに、ちょっとだけ気持ちが変わるよね。で、このことっていうのはすごく重要なことなんで、まあ、野球でもそうだね、サッカーでもそうだね。では俺が点が取りたい取りたい、自分のことばっかり考えると、なかなか周りからこうパスが出てこない。ところがみんなのためにチームを勝たせるために必死にやってる思いってのはみんなに伝わるから、どんどんこうボールが回ってきたりするっていう、まあ、そういうことと一緒だと思うんだけれども、まあ、スポーツをやるにしても、みんながこれからやりたいことをするにおいても、これはものすごく、ね、大事なことなのかなっていうふうに思います。で、まあ、これは、自分が経験したことなんだけど、すごく感動したことがありました。プロ野球に入った時に、僕今は意外と選手って道具屋さんと契約して道具にお金がかからないこともあるんだけど、僕らのことは活躍しないとバットも手袋もすごくお金がかかって、例えば、まあ、正直言うけど、月30万円っていう給料を僕はもらっていた時に、寮費2万円払って、税金払って25万円で、バット代が20万かかって、手袋代が3万円かかって、もうほとんどお金が1ヶ月何も残らないっていう月がある。で、そういう時は苦しくて大変で、一軍の手伝いなんかに行くと、まあ、ちょうど岩下さんっていう先輩の外野手の方がいらっしゃって、すいません先輩って、もしいらなくなった手袋なんかあったらいただけますかっていうふうにお願いしたら、その自分のロッカーの横にこう汗かくのでこうたくさんこう乾かしてある手袋が、でそれをこういくつか穴が開きそうなやつをくれるのかと思ったら、それは自分で使って新しい手袋を岩下さんが僕にくれた。で、その先輩もレギュラーでお金がたくさん持ってたわけじゃないんだけど、なんかその何て言うかな、なんかすごいその時感謝したし、こうやってやってくれる先輩のために何とかうまくなんなきゃってすごく思った記憶が今でもあって。まあ、そういった方っていうのは、レギュラーっていうのは取り切らなかったけど代打として活躍されて、まあ、お店をやられて今でも元気にいらっしゃるっていう、まあ、そういうことを含めて、そういう人っていうのはみんながやっぱり応援してくれるのかなって、なんか先輩に僕もこう生き様を教わったっていうのはすごくあります。そしてそういうふうに考えてきた時に、ちょっとね、これが、そ
ここに関係あるのかどうか、ちょっと最近ちょっとね、ふと自分で感じてる。これ。小学の皆さん、これ、ね、たまたまね、この前テレビのクイズかなんかで、小学生が答えてたんだけど、情けは人のためにあらず。これってどういう意味だか、わかりますか？情けは人のためならず。要するに、ちょっとこの言葉だけ聞いちゃうと2つの考え方が頭に浮かぶと思うんだね。っていうのが、なんかかわいそうだなっていうふうに思って手助けをしちゃう。でも手助けをしなきゃ自分で努力して頑張って乗り越えるのに、手助けをしちゃうことによってその努力をしなくなっちゃう可能性があるから、それはその人のためになりませんよっていう意味の考え方もあるし、まあ本当はそうじゃなくて、どういう意味かっていうと、この言葉っていうのは要するに人のために尽くしていくといつかは自分に大きく返ってきますよっていう意味なんだね、本当の意味っていうのは。だから実は人のために何とか尽くすっていうのは、実は自分のためにやってるっていう、まあそのためにやるんじゃないけど、とにかく人のために何とかしてあげたいっていう思いっていうのは、最後は自分に返ってきますよっていう意味で昔の人は使った。ところがね、これってなんか最近監督やっててすごく両方のことを感じます。要するにその本来の意味っていうことではなくて、やっぱり何とかしてあげたいというふうに思った時に、こう優しい言葉をかけたりとか、こうなんかこうチャンスをたくさんあげたりとかもちろんするんだけども、でそれが本当にこの選手のためになってるのか、もっと苦しんだ方がそれを超えた時に大きくなるんじゃないのかなっていうことをすごく今考えていて、特にこの時期ちょっと時間があったので、自分がやってること、やってきたことをもう少し振り返って、なんか本当に選手のためになることってどんなことなんだろうってすっごく最近考えていて、でちょっとこういう言葉の中にこの言葉が一緒に出てきてたんで、すごくこのことに関してはなんか自分では考えました。だからまあこういう教えの中で自分に置き換えて、それがすごく自分にプラスになればいいっていうこともあるよね。その意味をすごく学ぶっていうことも大事なんだけど、そのことを自分でどう捉えて自分がどう使うかっていうことも大事なのかなって、これは僕も最近考えていることです。ちょっと話がそれましたが、次いきます。これねちょっと面白かったんだけど、じゃーん、昔もそうだったんだなっていうふうに思ったんだけど、それ習いがたく忘れやすきは恩情の負債、また学びやすく忘れがたきは書筆の白芸。これどういうことかというとね、勉強しやすく、勉強しやすくない、まあ、勉強が難しくてすぐそれやっとかないと忘れちゃうものは恩情の負債。まあ恩情の負債っていうのは歌とか踊りとかってそういう意味なんだけど、まあ、芸術的なスポーツとかだよね、体を使うものだったり。ところがまたこっちが大事で、学びやすく忘れがたき、要するに勉強しやすくて忘れないものってのは何かっていうと、書室なわけで、まあ、勉強ですよ、まあ、知識ですよ。どういうことかっていうと、みんな九九できますか？二人が四四五五ね、それで九九って一回覚えたらずっと出てくるよね、大人になってもね。でそういうふうに意外と勉強したことっていうのは、例えばスポーツやったり音楽やったり絵を描いたりとか、そういう芸術的な技術を学ぶよりも勉強まだ忘れないんだっていうことは、勉強しやすいってことだ。勉強したらそれだけ自分のためになるってことだ。いいねそれね。だから勉強できちゃうね。あれっていうね。だからやっぱスポーツ選手なんかは、やっぱこの時期ね、選手離れてて自分で練習してもらってるけど、まあ正直頑張ってくれてると信じてますけど、大丈夫かなっていうふうに思ったりもするっていうのは事実だったりする。でもこう考えたら、勉強ってあればできるんだっていうことだね。頑張りましょう。さあそして最後に、日本は奇跡の国だっていうふうに言われたことがありました。これは何かっていうと、
まあ、明治維新、みんな江戸時代から一気にこう近代化して明治に変わったっていうのは分かると思うんだけど、まあ、全てを変えて当時の東洋で唯一、東洋の世界いろんな国があったけれども唯一日本だけが成功したっていう。でこれなぜかっていうとね、こんな言葉が出土経の最後にあります。松代の学者、まずはこの書を案ずべし。これ学問の始め、見終わるまで防止することなかれ。要するに勉強っていうのは一生涯やり続けなきゃダメなんだよって言って、前回かな、日本人の識字率、文字を読める確率がいかに世界で高かったかって話をしたと思うんだけど、そういう勉強をみんながしてたから世の中がどうなったらいいかっていうのを考える力があった。でこれが日本が奇跡の国だって言われた。何かっていうと、みんなが勉強してたってことだよね。で勉強っていう言葉がちょっとあんまり良くないのかもしれないけど、そういう気持ちさえあれば絶対にものが変わる。で日本人はこの伝統を持ってるから、これをやらなきゃダメなんだ、ね、でも野球でもいいんだ、ピアノでもいいんだ、算数でも何でもいいんだ、書道でもいいんだ、とにかくそれ学び続けると何か違ったものができるっていうことだから、みんな頑張れ。